さあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はコインを減りにくくする行動3選紹介していきたいなと思います。アルティメットチームというモードではですね、やはりコインがね、重要になってきますので、そちらをできるだけこう減りにくくする、そういう風な行動を紹介していきたいなと思います。特に初心者の方だったりとかね、始めたての方に関してはもう何もわからない状態になっていると思いますので、こちらの行動を意識してもらえればなという風に思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは一つ目、イベント選手を早く買いすぎないというふうなことですね。新イベントで強化された新しい選手っていうのはですね、基本的に最初はやっぱり高いです。そこまでこう供給量が少ないので、最初高くてだんだんみんながパックを引いてきて市場に出て値下がりしていくっていうふうな感じになりますので、できるだけ早くこう買えば買うほど、どうしても値下がりの幅は大きいかなというふうには思いますね。まあ新しいね、強化された選手で好きな選手がいて早く使いたいっていう方もおられるかもしれないんですけれども、まあグッと踏ん張って、そうですね、ちょっとできるだけ遅くというか、もうちょっと待ってから買う必要はあるかなというふうに思います。できるだけコインを減らしたくないのであれば、そういう必要はあるかなと思いますね。まあ今週で言うとファンタジー FC のチーム2がね、来てはいると思うんですけれども、まあこれを見るとですね、まあこの中のミニリリースで来たギュンドワン、日曜日かなに来たギュンドワンに関しては、最初初動はですね、まあ60万。まあ自分はもうがっつり3時に起きていましたんで、最初はね、80万とか、80万、70万とか、で、もうね、そっから2時間後とか、には、朝の5時とか6時にはもう50万ぐらいになって、まして、それこそ今では27万。もうぐっと2日でこんなに安かったです。最初初動はもう自分がっつり見てたんで、80万とか、80万、70万ぐらいだったんですけど、2日後の今だと27万なんで、もうこれだけで、2日経っただけで、その80万の時に買ってた人は、もう何ですか？もうすごい損ですよ。すごい損。だからこれだけやっぱり下がってきてしまいますし、これ別にギュンドアンだけの話ではなくって、金曜日にね、配されてた選手たちも、もうみんなぐんとやっぱり下がってしまう、下がり気味になってしまいますので、その中で基本的にイベント選手はできるだけ早く買わない方がいいかなというふうに思います。基本的にイベント選手の買い時としては、一概には言えないんですけど、自分の中では月曜の朝だったりとか、まあ火曜日だったりとかが1週間のうちには一番安いのかなというふうに思ったりはするので、まあ迷ってる方はそのどちらかの時に買うのがいいのかなというふうには思いますね。まあとにかく本当にできるだけ早く買わないっていうふうなことをですね、金曜日に配送開始されて、まあそっから、そして月かどちらかの時に買うっていうのが一番安牌かなというふうには思います。始めたての方だったりとかは、結構金曜日に新選手バーンって来ました、で誰か一人目星つけて、その選手の値段とそれこそ月曜日火曜日の時の値段見比べてみたら全然いいと思います。もうぐっと下がってるんで、そうなってくると、我慢した方がいいなって多分思うと思うんで、まあそういう風にできるだけ早く買わないっていう風なことがコインを減らさない一つの行動かなという風には思いますね。そして続いては2つ目ですね。2つ目はですね、スカットを変えすぎないですね。まあスカットチームですね、11人いる中のチームを、まあできるだけこう同じ選手で何回もやるっていう風な感じですかね。もうすぐにコロ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 1週間ですぐ変えるっていう風なことはできるだけやめた方がいいかなっていう風に思いますね。コインをこう減りやすくしてしまう行動の一つではありますので、まあ買いすぎない方がいいかなと思いますね。というのもやっぱりこのゲームはそれこそ買った値段のままですね、売ってしまうと売れても 5% ぐらいだったかな、結構引かれてしまう、手数料っていうものがあって引かれてはしまうので、例えば10万でこの選手買えました、で10万で売ることができましたって言っても多分9万5000とかだけしかもらえないんで、手数料も込みで
まあ、プラスになってるんだったら全然打ってもいいんですけれども、まあ基本的にね、まあ、飽きたっていう風な感じでコロ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 いろんな選手を打って勝って打って勝ってしてたら、その手数料分もあるっていう風なことを考えると、まあマイナスにはなっていってしまってるのかなという風には感じるので、あまり良くない、そういう風な行動になりますので、まあ変えすぎないということが必要かなと思いますね。そして続いては3つ目ですね、 SBC だったりとか SBC 選手を作りすぎないということですね。まずは選手から話をしていきたいなと思うんですけれども、 SBC 選手やっぱりね、毎日、まあ、いろいろ来ると思うんですけれども、基本的にそれをねポンポン作っていってしまうと、まあコインは減っていってしまうというふうなことになりますね。まあ、まずは素材がなくなっていくと。で、じゃあその素材を買うためにコインを使って選手を買うので、やっぱりコインがなくなっていくというふうなことになりますね。で、また、まあ、基本的にみんながみんな作る SBC 選手っていうのは、1年の中で、まあ、数えるぐらいしかないかなと。いうふうには思います。本当にみんながみんな作るっていうものはね。なのでその中でいろんな選手、まあ、そこまでこう必要ないと言ってはあれですけど、今だけ強いみたいな、選手を作っていってしまうと、素材もなくなっていくし、その結果コイン使って素材集めるしってことでコインもなくなっていくというふうな感じにはなるので、まあ、できるだけやめた方がいい、まあ、作りすぎない方がいいかなというふうに思います。で、またこれはですね、スカットの強化というふうな部分にも通じては、きますね。やっぱり作りすぎてる人、まあ、それこそ自分自身の経験から言わしてもらうと、ほぼスカットは変わってはないですね。ここ1ヶ月以上多分ほぼスカット変わってないんじゃないかなと思います。もうたまたま当たった選手だったりとか、無料で誰でもできるエボリューションのね選手とかがスタメンに入ったりとかしますけれども、まあむちゃくちゃ強い選手が新しく、スタメンに入ってきたっていうことはないですね。まあというのもやっぱり素材をコインで、買ってしまって、それで作るっていう風な感じになるんで、コインはないと。で、素材がめっちゃあればいいんですけど、作りすぎてるんで素材もないからコインで買うって感じになってますんで、まあ作りで、かつ作った選手がみんなスタメン級かって言われると、なかなかそうでもないという風な感じにはなりますので、本当にポンポン作ってると、まあコインは減っていく、まあ、まずは素材が減っていくわ、でそっから素材買うためにコインは減っていくわってなったら、スカートの強化できないわっていう風な感じになりますんで、もう自分の経験からすると本当に1ヶ月以上多分もう変わってないんですかとかね、で誰も強化できてはいないんで、まあなかなかちょっと作りすぎるのは良くはないかなというふうには思います。まあ自分の場合はね、それこそ皆さんの少しでもこう参考になればと思って SBC 選手はまあ作ってはいるので、まあ別にいいんですけど、ただ普通にこうね、自分が UT 楽しんでいくっていう風な中で強くなっていくっていう風なことを考えると、スカート強化したいと思うんで、強い選手みんな使いたいと思うんでね、まあそうなってくると、作りすぎてる自分のようにならない方がいいかなという風には思うので、できるだけ SBC 選手は作りすぎない方がいいです。これは絶対そうです、自分の経験からそうです。で、また SBC 選手じゃない SBC もいっぱい出てくると思います。その中で、まあ、特に最近というか、まあ、ずっと来てるんですけど、アイコンピックとか、アイコン確約とか、そういうのはできるだけねやめた方がいいですね。まあこれも素材がやっぱりなくなってはしまいますし、素材がなくなってコインを使って、作る必要もあんまりないっていうか、ギャンブル要素が高いっていう風な感じにはなりますので、できるだけこうコインを減らしたくないっていう方はスルーの方がいいと思います。まあこれも自分がバンバン作って、まあアイコンピックだけでもないです、あのヒーローピックとか、いろんなイベントカードのねキャンペーンバッグとか、そういうのはね、基本的にはまあ自分の動画見てもらえればわかるんですけど、当たらないですよあれは本当に。当たれ当たれと思って自分毎回引いてますけど、
基本的には素材なくしてるだけやっていう風な感じに映ってもおかしくないぐらいの SBC になりますんで、まあ、そうなってくるとこういう SBC とかももちろん当たる人はいますよ。ギャンブルなんで当たる人もいるけど、それが全体の何割なんやっていう風な感じになるんで、まあこれも、うん、コインを減らしたくない方だったらできるだけスルーの方が、うん、いいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ基本的にこの以上3つですかね。イベント選手を早く買いすぎないで、またスカットを買いすぎない、 SBC だったりとか SBC 選手を作りすぎない、これら3つをちょっと意識しとくだけでも基本的にはコインは減りにくくなるかなと、うん、いうふうには思います。であとはまあスカットバトルだったりとか、あとはディビジョンライバルだったりとか、あとはチャンピオンズファイナル CF とかだったりとかを毎週やってれば基本的には、うん、それなりにコインは溜まっていくというふうに思いますので、コインが減らないっていうことはもうプラスしかないので、うん、まあ、それで強い選手買うとか買っていくっていうふうな形になればいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらちゃんと登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。